YouTube でアーティストウェイ第10週1日目花です。いつも見てくださってありがとうございます。はい、ついにですね第10週に入りました。はい、12週間のワークですので、残すところあと4分の1になります。はい、ここまで来ましたので、できればですね一緒にゴールしたいなと思ってますのでよろしくお願いします。はい、ではですね、今日のテーマはこちらになります。はい、第9週のチェックイン、それから、読み返し継続中ということについてお話ししたいと思います。はい、ちょっとですね昨日お伝えするの忘れたんですけれども、昨日で第9週が終わりですので、先週第9週の私のチェックインをシェアしたいと思います。いきます。チェックイン1、今週は毎日モーニングページをしましたか、過去の自分の失敗を許す気になりましたかということなんですけれども、私は先週は7日モーニングページできました。はい、最近はですね息子が起きてくる前に朝早い時間にかけることが多くてですねちょっといい感じだななんて思ってます。それからですね過去の失敗なんですけれども、ちょうどですねモニペの読み返しをしてましたら、なんか過去にね失敗したこととか、あとはねなんかくよくよと気に病んでたこととか書いてあったんですけれども、なんか数週間経つとすっかり失敗とか忘れてるなっていうのが分かったので、そんなにね小さい失敗とかはくよくよしなくても数週間経てば忘れちゃうぐらいなんだなっていうことが分かりました。はい、これでいいのか分かんないですけども、はい、そんなことがありました。はい、丸2ですね、今週アーティストデートをしましたか、その際楽しむことに重点を置いたでしょうか、あなたは何をしどう感じましたかということです。はい、先週のアーティストデートはですね、私は読書タイムをですね最近ちょっとまとめて撮ってるんですね。なんかちょっとね何だろうな、なんかこま切れで隙間時間で読むみたいなことが私多かったんですけども、そうじゃなくってなんかもっと集中して仕事をして、でちょっとねまとまった空き時間を作って、そこでゆっくり読書をするっていう風に変えてみたら、なんかそれがですねすごくよくって、なんかね私にとってやっぱりなんかすごく一人でまったりと好きな本を読んだり漫画を読んだりするっていうのがですね意外と地味ですけれども、すごくいいアーティストデートになってるなっていうことを改めて思ったので、はい、引き続きですねこういう時間は取っていきたいなと思いました。はい、それからですねもう一つはちょっとある人に誘われて、今映画館で風の谷のナウシカが再上映されているので、それを見に行ったりしてきました。ちょっとねそれも空き時間で、はい、ダッシュで、はい、ナウシカを映画館で見てきました。35年ぶりぐらいかな、なんかねすごい良かったですよ。自分のねやっぱり原点を確認するみたいな感じがあってですね、スペシャルアーティストデートになって良かったです。はい、で次ですね、3、今週何らかのシンクロニシティを体験しましたか、どんな体験ですかということなんですけれども、なんか落ちちゃった、ちょっと待って、よいしょよいしょ、なんかねシンクロいろいろあった気がするんですけれども忘れちゃうんですけれども、でもですねナウシカに誘われたの、なんかねちょうどナウシカ熱が高まってるところで、そのナウシカのね映画がそもそも映画館でかかってて、でナウシカにね誘われたっていうのはシンクロかななんて思いました。はい、そして4ですね、よいしょ、今週あなたの創造性の回復にとって重要だと思われることが他にありましたかっていうことなんですが、ですねこれもいろいろあったんですけれども、一つねなんかすごく個人的でちっちゃいことなんですけれども、自分的に大きいなと思ったのはですね、魚の目をね足の裏のね魚の目をマサ姉がねアトリエに忘れてってくれた魚の目板を貼って、今ちょっとずつ魚の目を取ってるんですけれども、それがですね実は私にとっては結構大きくって、っていうのはですね私っていうのは昔からねすごく体のねちょっとした小さな不調とかにまず気づけなくって、なんか気づけても放置してしまうっていうことがすごく多かったんですよね。でそういうのがいろいろ積もってなんかいつの間にかひどいことになるみたいなことが多かったので、なんかですね今回もそれもね結構何十年も放置した魚の目をなんかね やっとなんか自分で取ってあげようっていう気になったっていうのがですね私にとってなんかすごい個人的なんですけれども大きな出来事で、はい、それでですね結構足の裏とかってグラウンディングとかね実は大事な場所じゃないですか。なのでその魚の目がね取れたらどんな、はい、気分になるのかなっていうのがですね、ちょっとなんか恥ずかしい小さいことですけれども、はい、自分にとって大きくて、そしてなんか楽しみだなって思うようなことがあります。はい、
あとはですね、これはですね、第9週の課題にも関わってるんですけれども、第9週の、課題8ですね、自分で放棄したり他人に妨害されてやめてしまったりした作品の中で救出できるものがないかどうかを穏やかな気持ちで探してみようという課題があるんですけれども、はい、それでですね、私は過去に挫折したというか、実は去年のですね、ナインツシーズンのゴールイベントのレポートをですね、ブログに書こうと思って、もうなんか半年以上全然経ってるんですけど、書けないでいたのをちょっとね、今更ですけれども、はい、やっぱりちゃんと書いておこうと思って、はい、ブログにアップできたっていうことがありました。はい、このくらいですかね。はい、私のチェックインはこのくらいでございます。皆様もですね、ぜひまだでしたらチェックインやってみてください。それから読み返しはですね、引き続きやっております。今ですね、第5週まで読めました。はい、皆様も諦めずにぜひやってみてください。はい、では今日はこのくらいにしておきます。ありがとうございました。